このスボ。え、ただで止めてほしいですか？佐藤さんたちは屋敷をお持ちでしたよね。そうなんですが、やむにやまれぬ事情がありまして。お願いします！一晩だけでいいから！申し訳ありません。それはできないんです。どうしてよ！ギルドは困ってる冒険者を見捨てるっていうのかしら。そういうわけでは、ギルドは宿泊施設ではありませんし、これを許してしまうと前例ができてしまうので。それは確かに。なら仕方ないか。アクア、他を渡るぞ。結局どこ行っても門前払いだったな。ウィズの店も臨時休業だし。私はあんなところに泊まるなんて反対だったけどね。贅沢言うな。はあ、これからどうすりゃいいんだ。ねえ、やっぱり二人に謝って屋敷に帰りましょうよ。シュワシュワ募集は辛いけど、それしか道はないわ。いや、あいつらが出てけって言ったんだ。向こうから謝るのが筋ってもんだろ。それに俺たちにはまだ泊まれる場所が残ってる。散々お世話になったあの場所がな。もしかしてその場所って。俺たちは戻ってきた！よーし、他に泊まってるやつはいないな。いるわけないじゃない、私たち以外には。はあ、またこの藁の上で寝ることになるなんて。まったくだ。でももう頼れるのはここしかないからな。さっさと寝て、メグミンたちが謝りに来るのを待とう。ここからスタートして屋敷まで手に入れたっていうのに、なんで意地張って手放しちゃうのかしら。仕方ないだろ。いいえ、ここまでの道のりを考えれば仕方ないなんて言えないはずよ。ここに来て思い出したわ。私たちすごく苦労して毎日働いてたわよね。
ま、そうだったな。親方は怒鳴るし、体はヘトヘトだし、それでも仕事終わりのシュワシュワでなんとか頑張ってたわ。ほんと苦労の毎日だったよ。寝泊まりはこの馬小屋。とにかく寒いし、たまに横でカズマがもぞもぞ。ストップ！プライバシーは守ってもらおうか。とにかくそれもこれもいい生活をしたかったから頑張ったんじゃない。確かにあの時は本当に苦労して前を向いて頑張ってた。なのに最近の俺たちはシュワシュワを飲んで寝ての繰り返し。昔の自分があれを見たらなんて言うんだろうな。さすがの私もちょっと反省したわ。この馬小屋がそれに気づかせてくれたの。あのアクアが反省するなんて、それだけ今回の件がまずかったってことか。メグミンやダクネスにも悪いことしたかもな。そりゃ二人とも怒るはずだ。そうね、二人の気も知らず私たちは幸せを浪費してたのよ。よし、アクア、屋敷に帰るぞ。本気で謝れば許してくれるかもしれないし。カズマとアクア帰ってきませんね。ああ、どこかに泊まれているのならいいが、もう冬も近い。道端で凍えてなどいないだろうか。やはり私たちから迎えに行きましょう。ダクネス、二人を探すため協力お願いします。もちろんだ。この巣場